いつもロペライオアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルポルシェ718ボクスターをご紹介させていただきます。まずは外装面の状態ですが、フロント周辺に数箇所の飛び石がございます。それ以外目立つ傷はございません。走行距離約1万2000キロのお車です。全体を通して綺麗な状態を保っております。外装色はオプションカラーのジェットブラックメタリック、インテリアにはルクソールベージュハーフレザーが組み合わされた一台です。さらにソフトトップにはボルドーレッドが採用されており、全体を通して非常におしゃれに決まった一台です。また2017年モデルよりエンジンのダウンサイジングが行われており、現在注目を浴びている一台です。ヘッドライトはキセノンヘッドライトが装着され、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、2リッター水平対向4気筒ターボエンジンが搭載され、馬力は300馬力を誇ります。エンジンがミッドシップにレイアウトされており、ポルシェらしいダイナミックな走行をお楽しみいただける一台です。足元にはオプションでボクスター S 用19インチのアルミホイールが装着されております。続きましてリアのご紹介をさせていただきます。新しいデザインが採用され、より近代的なイメージに仕上がりました。テールライトには LED が使用されており、夜間走行時はデザイン性に優れております。マフラーはセンダーダッシュのマフラーとなっており、ポルシェらしい乾いたサウンドをお楽しみいただけます。続きましてインテリアのご紹介をさせていただきます。シートはルクソールベージュハーフレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感もなく、非常に綺麗な状態を保っております。それではエンジン始動させていきます。ステアリングはオプションの GT スポーツステアリングが採用されております。パドルシフトが備わっており、変速操作を楽しんでいただけるお車です。またこちらのお車にはスポーツレスポンスモードが搭載されており、約20秒間最大限のパフォーマンスを発揮するお車です。メーターパネル内に20秒のカウントダウンが始まります。さらにマフラーのバルブも開きますので、刺激的なサウンドをお楽しみいただけます。少しアクセル踏んでみます。かなり乾いたサウンドが魅力的です。またダッシュボード上にはスポーツクロノパッケージ専用のクロックが埋め込まれておりますので、スポーティーなインテリアを実現しております。ナビゲーションに関しましては、最新のタッチスクリーン式のナビゲーションが備わり、車内では地デジの視聴も可能です。またギアをバックに入れていただきますと、バックカメラも装備されたお車です。またオプションでシートヒーターが備わっておりますので、寒い季節も快適なオープンドライブをお楽しみいただけるお車です。シフトに関しましては7速の PDK が採用されております。デュアルクラッチならではの素早い変速をお楽しみいただけるモデルです。それではフォローを締めていきます。また気になる車内の匂いですが、特に音箱の匂いなどいたしませんので、ご安心いただければと思います。今回は2017年モデルポルシェ718ボクスターをご紹介させていただきました。走行距離約1万2000キロと低走行のお車ですので、内外装ともに非常に綺麗な状態を保っております。エンジンのダウンサイジングが行われたにもかかわらず、6気筒エンジンに劣らない走行性能を誇ります。また燃費性能が向上し、以前よりも所有しやすいお車に生まれ変わりました。さらに
全体を通しておしゃれな配色となっており、オプションも豊富な1台ですので、お探しの方はぜひお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。